はい、皆さんこんにちは、高橋です。本日私、20時からですね、弓とリアル弓と禅のセミナーということで、セミナーをやる予定でございますけども、今日は皆さんに明日の弓道の稽古で使える、弓道の、まあ、瞑想の考え方、これについてお話をしたいと思います。というのもですね、こんなにね面白いと思わなかったです、瞑想が。はい、非常に面白い、分野であるなというふうに思っていて、私はその瞑想というものが、今まで本は読んでたことがありまして、まあその時は本読んでたんですけども、こんなにも弓道に使える考え方であったり、まあ、知識であったりというものがあったとかということにとても驚いたわけです。で、この内容ですね、こう弓道とつながりがあるんだと、座禅と弓道はつながりがあるんだっていうふうに梅津先生がこうつなげて説明したのが始まり で、その次に阿波健三先生がですね、こう弓道の稽古に、瞑想と呼吸を取り入れて、呼吸法を取り入れて、まあ、やっていたわけなんですけども、弓道と瞑想は非常に相性がいいというふうに思います。そこで、皆さんにですね、まあ、明日非常に具体的なレベルに姿勢の作り方とか、同じ打ち起こしの上げ方でもその形を考える打ち起こしとか、合理的に、体を使う打ち起こしでもなく、その瞑想という概念を取り入れてですね、まあ打ち起こしっていうものはどういうふうに考えていいのかっていうのを説明するんですけども、特にその中で使える、皆さんにこう明日から意識していただけるといいなって思う。ちょっとすいません、暑いんでちょっと扇風機かけていいか今日はね、もうちょっとこのちょっともう明日ちょっといろいろ仕事忙しいんで、もう寝なきゃダメなんですけども、非常に皆さんに役に立つ知識として、お話ししたいのが意識と、意識知覚とこう反応を切り分けるということがとても大切です。人間というのは、外界の情報であったり変化、なんとなくなんか変わあるものがあるとか、何かが変わったということをまず意識し、それが具体的に何が何のどういうものなのかということを知覚して、それに対してそれが快か不快なのか、どういう感情なのかという感覚を決めます。そしてその後に、まあ、なんかその嫌なものを見た時はこうなんかこう顔をしかめっ面にしたり、怖い時はびっくりしたりとかします。でその中で、その意識知覚感覚と反応のこの意識知覚の部分とこの感覚反応の部分を切り分けるということを勉強するのが、この人間の心を、正常な状態で維持することが大切ですよっていうのが、この瞑想の、分野で解説されています。でその意識と知覚っていうのはこれ自動的に行われるものです。まあ、例えばこう力が入ってしまうとか、あるいはですね、なんかこうなんかなんだろう、嫌なものを見てしまうとかっていうのは、これはあくまで、自分から見たわけじゃなくて、外界からの刺激を目とか鼻とかで感じ取る。でその後にうわ こういうのは嫌だなとか、ああいうのは楽しいなっていうふうに感じるんですけど、実はそこで人間はその嫌なものを見た時に、そのものが嫌だから嫌ではなくて、その嫌なものを見た時にこれが嫌なものだと自分の中で頭で認識して、そう反応した時にそれは嫌なものになるんですよ。これを聞いた時に非常に私これは何て言うんですか、なんとなくそういうもんだなとは思っていたんですが、非常にこう腑に落ちるというか、この考え方がとても重要に、弓道でとても重要になるなというふうに思いまして、そこから本格的にこう旧あの瞑想の本であったりとか、瞑想の論文であったりとかっていうものをちょっと読んでみてですね、どういうものなのかっていうものをこう改めて、見たわけでございます。そうするとやっぱりこう仏教とか禅のね、本とかを見て、その時の
まあ、自然と言われる状態と瞑想のこの、中で取り入れられる体の状態っていうのは非常に説明がつくんです。何よりその難しい文献とか、こう読みにくい抽象的な文章に対して、それが直感的にですねこういうもんですよっていう、これこういう状態ですよっていう説明がね非常にしやすくなったということで、この瞑想はとても重要な鍵を握っていて、なんかこう非常に抽象的でわからないものをですねこう瞑想であったりとかこう物理で読み解く、なんかそんな弓道も非常に面白いなというふうに思いました。でこれは例えば弓道に取り入れます。例えばなんか打ち起こし動作をするときとか引き分け動作をするときの手前にまず背中を伸ばして、極力無駄な力を抜いてですね呼吸を整えていく。で次に打ち起こしをこう腕を上に上げて第三を取っていく。自分がどこに力が入るのかっていうのを確かめてみます。あるいは何かうわっと思ったりとか、なんかこう外れたりとかうまくいかなかったときにうまくいかなかったなと思ったらですね、うまくいかなかったなと思うのではなくて、あなんかこううまくいかなかったという現象に対して私はすごくネガティブになってるなとか、ああやって弾いたら力が入ってたなっていうのを観察してください。これ内部観察って私は呼んでるんですけど、力を抜けばどこに力が入っているかっていうのがよりわかります。それでその無駄であったりとかその力ってどこから来てるのかっていうのを考えることが大切なんですね。でそこで皆さんにこうお話ししたいのがですね、最近これが面白いなと思ったのが、脇の下の筋肉の前鋸筋って肩甲骨を開く筋肉なのでとても大切な筋肉だと思いますか？弓道で大きく引いて脇の下の筋肉ってとても肩甲骨を開くんでこうやってやるの大切だと思いません？私も思ってました。すごく大切だからそこが力が入るような姿勢を作った方がいいなと思ったんですが、これが瞑想の考え方とか、瞑想をするとですねどうも違うっていうことが分かるんですよ。これはあるそのレベルによります。例えば20キロの弓とか、まあそう20キロとか25キロぐらいの弓で的中をまあそこそこ出すというレベルという境界の中で、その世界の中で1位を取りたいとか それを実現させたいというのであれば、その脇の下の筋肉を張った弓の引き方はいいです。しかしそこからさらにですね、その自分の引き方っていうものの世界観っていうのを広げなければいけないってなった時に、じゃあ30キロの弓とか35キロの弓とかあるじゃないですか。ああいう筋肉、ああいう弓引く時ってその肩甲骨開く筋肉っていうのがこれ実は良くない作用を起こしてるっていうことに気づくんですよ。これが面白くて、そこから私はちょっとまた改めて弓の引き方を変えて、はい、まあ、さらにこうね上の弓の引き方をちょっと勉強しようかなと思ってるんですけど、また変わってくるわけです。それがなんとですね、その脇の下とか肩甲骨を開く筋肉というのが必ずしもいい方向に働くとは限らないってことなんですよ。それが強い弓を引いて分かったというよりも、その瞑想している時に気づいたんですよね。あれこれって無駄な筋肉の使い方してないかなっていうことが分かるんです。これが分かるとね、とても面白いです。なので、ぜひ、皆さんもですね、まずは、一番分かりやすいのは肩ですね。肩に力が入るような弓の引き方になってたら、それは、どんなにいい意識を持ったりとか、どんなに的に当たってたとしても、おそらくですね、なんかこう、ブレて、悪い方向に行ってしまったりとかする可能性があるっていうことだけは、覚えてですね、それでこう瞑想してこう力抜いた状態を覚えてですね、そして動作をしていって、ああここ力入ったなとか、ああここ力入ってるなと、ああちょっと気分下がってるなっていうのをこう観察すると、そういうふうにするとですね、非常にいいこう弓の引き方として良くなっていくと、弓の引き方を良くするこれ材料になります。
まあ他にですね、そのなぜ脇の下の筋肉が良くないのかとか、その具体的な瞑想の質の作り方とか、じゃ瞑想の質を作ると何がいいのとか、じゃあこれが どういう考え方なのっていうのをですね、まあ本日の20時から22時に、セミナーを開催して、それをちょっとお話ししたいと思います。はい、まあお時間あるんでね、あの皆さん、お時間がありましたら気軽にですね、ご参加ください。はい、以上になります。ありがとうございました。